東部ハイイロリスは、哺乳孔、ネズミ目リス科リス属に分類されるリスの一種。北アメリカ原産で、イギリスなどにも外来種として定着している。東部ハイイロリスは北、アメリカ、特にアメリカ合衆国東部及び中西部、カナダの南部の一部及び、東部の州を原産地とする。混同しやすいキツネリスと生息地が被るが、 キツネリスの生息中心地の方がやや西になる。また北はニュージャージー州ニューブランズウィック、マニトバ州、南はテキサス州東部やフロリダ州まで生息している。ノバスコシア州でも生息が確認されているが、持ち込まれたものなのか、生息地が拡大したからかは確認されていない。アイルランド、イギリス、イタリア、南アフリカ、オーストラリアに移入分布した。 ヨーロッパの東部ハイイロリスは自生の多種の減少の一因として懸念されている。多産で適応性のある種のため、東部ハイイローリスはアメリカ合衆国西部の一部地域にも進出して繁殖している。ハイイロリスはイギリスでは外来種であるが前衛に広がりきたリスの大幅な減少につながっている。アイルランドの東部では北リスがほぼ絶滅し、 南部及び西部に残るのみである。イタリアでも、ハイーロリスがイタリアから、ヨーロッパ大陸の他の地域に広がり、このような種の交代が懸念されている。なお、北アメリカの西部には、本種と、近縁な西部ハイーロリスが分布している。コンクリートについた足跡その名が示す通り、東部ハイーロリスの毛皮の色は大部分が、灰褐色だが茶色がかっていることもある。 キツネリスの腹毛は茶色っぽいオレンジであるのに対し、東部ハイーロリスの腹毛は通常白っぽい。また大きくふさふさした尻尾を持つが、キタリスのような棒毛は耳の先にはない。都心では敵が少ないため、全身が目立つ白や黒であることもある。カナダ南東部の大部分などではほぼ全身が黒い、クロリスは数少ない。 これらのような遺伝的変異には黒い尻尾のリスや、白い尻尾を持つ黒いリスなどが含まれる。頭道長23から 30cm、おな19から 25cm、体重400から 600g。東部ハイロリスの足跡は近い種のキツネリスや、アーベルトリスとの区別が難しいが、アーベルトリスの足跡の幅は、全体的にハイロリスとは違う。 他のリスト同様、前足は4本指、後ろ足は5本指が見える。後ろ足の平らは足跡にはつかないことがある。跳ねたり、速く動いたりするときは、前足の足跡は、後ろ足の足跡より後ろにつく。跳ね幅は2フィートから3フィートある。庭の鳥を餌箱に手を伸ばす。後ろ足の角度により、頭を下にして木を降りることができる中高生。 他の多くのリスと同様、東部ハイイローリスは食料をあちこちに隠し、後で回収する。多くの場合は短期的で特に食料が豊富な場所に隠した場合は1時間から数日以内に回収し、より安全な場所に再度埋める。長期的な場合は数ヶ月経つまで回収しない。それぞれのリスが1シーズンに数千のものを隠す。 隠し場所などの空間記憶にとても精密で、距離や目印をとにして、回収を行う。隠し場所から数インチで嗅覚が効く。リスは食料を隠す際、他の動物への詐欺行為を行うことがある。誰かに見られていると感じた時は、埋めるふりをする。いつも通り穴を掘ったり広げたりし、食料を口の中に隠したまま食料を埋めるふりをして、穴を覆う。また、 植物の後ろに隠したり、ライバルが樹上性でない場合は高い木の上に隠す。これらの行動知識は、先天的に備わったものではなく、心の理論から学んでいったとされる。頭部ハイロリスは頭から先に木を降りることができる、数少ない哺乳類の一種である。足の角度を変え、後ろ足の爪が樹皮をつかむことができることからこれが可能となる。頭部ハイロリスは、 木々の分岐に枯葉や小枝で奴隷と呼ばれる巣を作る。繁殖期のほか、陶器の寒さをしのぐために短期間をすと、メスはこの巣に同居する。また屋根裏や家の外壁などに映像し、電気配線などを噛み切ることから外獣と考えられることもある。他に空洞となった木の幹や大きな枝に映像して、高級的に住み着くこともある。東部灰色リスは、 白面白母性であり、特に真夏の暑さを避けるため早朝や夕方以降に行動する。冬眠はしない。人間、鷹、イタチ、アライグマ、キツネ、飼い猫及び野良猫、蛇、フクロウ、犬などが敵とされる。南アフリカでは、アフリカ中日高の餌食になることもある。東部ハイローリスは、 無毛で目を閉じた状態で生まれる頭部ハイイロリスは、基本的に年に2回出産するが、若いまたは経験の浅い母は年に一度春に出産することが多い。食料調達の安定度により、年長、または経験値の高いメスは夏にも出産する。食料となる好みが豊富な年は36%の、メスが1回に2匹の子供を産むが、好みが、 不作の年は一匹も生まれないこともある。繁殖期は12月から2月と5月から6月で、あるが、北部では、やや遅くなる。初産は2月か3月で、第2子は6月か7月だが、気候、気温、食料の量によって、数週間前後することもある。繁殖期は、平均61から66%のメスが、出産する。死産。 または異常気象や捕食による、産後感もない子の死を迎えると、メスは再度発情期に入ってまた子を産む。頭部ハイローリスの巣通常1回の出産で1から4匹、産むが、最大は8匹である。妊娠期間は、約44日間である。約10週間で離乳するが、野生では6週間で離乳する場合もある。12週で巣を離れ始めるが、秋生まれの子は、 母親と越冬することもある。4分の1のみが1年以上生き延びるが、翌年の死亡率は55%である。さらに翌年の死亡率は約30%に下がり、8歳で急激に上がる。メスが発情期に入るのは5歳半になると滅多になくなり、通常1歳までに繁殖することはない。最初の発情は1.25歳である。 オスは1歳から2歳の間に成熟する。保護された場所では20歳まで生きるが、野生では捕食や住環境の危険性からかなり短くなる。イングランドのサリーで収録された鳴き声他の多くの、哺乳類同様、互いのコミュニケーションは鳴き声や行動で行われる。この種は、ネズミのように中中なく、低音を出す、鳴き騒ぐ。 まあまあ泣くなど泣き声のレパートリーに飛んでいる。他に尻尾を振ったり、表情などのコミュニケーション方法がある。尻尾を振ったり、クック、クアと泣くのは、他のリスに敵が来ていることを警告する。あるいは敵が去ったことを知らせるときに使用する。また空空の度を鳴らして、愛情を表現する。母と子の間、あるいは繁殖期に、オスがメスに求愛するときに行う。 聴覚及び視覚に訴えるコミュニケーションは、騒音や広さなどで場所によって変わる。例えば大都市では、騒音が多いため、視界を遮るものがない限り一般的に視覚によるコミュニケーションが行われる。森林は静寂で枝葉により、視界が遮られるため、聴覚によるコミュニケーションが取られる。ハイイイロリスにかじられたヘーゼルナッツ。 摂氏で噛んだ跡が見える頭部ハイロリスは、樹皮、木の芽、ベリー、様々な種子、どんぐり、くるみなど、種ザネ類、ベニテングタケなど森にある菌類の一部など幅広い種類を食す。樹皮を剥がし、内部の形成層の柔らかい組織を食べるなど、樹木が損傷することもある。ヨーロッパでは、西洋カジカエで、ヨーロッパブナなどが大きな損傷を受けている。 東部ハイローリスは、人間の住環境での適応力が高く、鳥の給食期の雑穀、トウモロコシ、ヒマワリの種などを盗み取ることがある。他に、菜園のトマト、トウモロコシ、イチゴなどの作物も盗み取ることがある。稀に、通常の食料が減少すると、昆虫、カエル、そして他のリスを含む、月子動物、小鳥やその卵やヒナなどを食すこともある。 またミネラルが不足すると、骨、枝頭の甲羅などをかじる。イギリスでは1928年に初めて導入され、1980年頃までにはほぼ全域に分布するに至っており、約250万頭が生息している。在来種のキタリスを駆逐しているほか、農作物や自然植生に被害を与えている。また、リスポックスウイルスを媒介し、 ヨーロッパのキタリスの大量死にも関わったとの報告もある。世界の侵略的外来種はアースト100に選定されており、日本でも定着する可能性は十分にあるため、外来生物法により、本種を特定外来生物に指定し、飼育などを禁止する予防策を講じている。ありがとうございます。